あ、そうだ。よろしければ作りかけのパズル受け取ってください。作って、完成させて。皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2020年5月17日、日曜日の午後5時34分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい一週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い一週間を過ごせますように。それでは、かわいい。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。あ、このガーデンライト、ちゃんと機能しとったよ。ちゃんとお金集めしよる深夜、電気ついとった。やっとちょっとずつまたお金が貯まっていくように。しかし、ここからまたなくなっていくんよね、きっと。お、ハッピーホームアカデミー。アイナさん、94,726 ポイント、ランク S。生活に必要なベッドや椅子、テーブル、クローゼットが揃って住みやすいお部屋になりましたね。ますますの発展をお祈りして、お祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。やったー、なんか、コメント変わったよね。具体的になった。私テーブル揃ってないけど、テーブルも欲しい。あれか？私が今、アクセサリーのやつ置いとるテーブルを言われやんかな。アイロン台。なぜここでアイロン台なんだろうか。あ！色が違う！かわいい！え、なんかさ、前も、あ、前あれか、アイロン台じゃなかったね。アイロンやったね。え、かわいい！いいね、ストライプ。でね、なんかね、若干ちょっと味気ないし、なんかなって思いよってけん。ほら見て。じゃーん。まあ、ここね、コーヒーって書きつつ、全然コーヒーじゃなく、なんかスムージーとかそういう系統になったけど、え、でもめっちゃ良くない？え、めっちゃ良くない？可愛くない？これ。ね。見えんのかと思った。ね、可愛いよね、これ。あれなんよ。これがね、前、風船から出てきて、なんかイチゴのスムージーみたいなやつ。で、昨日、こっちの、オレンジスムージーみたいなのが出てきたけんさ、なんか二つ出てきた時点で、あ、これはお店が、みたいな感じで思って、屋台をリメイクしました。で、こっちも味気なかったけん、まあ、ちょっと、海の家的な、感じにしてみた。あ、でね、今私、前まで置いとったコーヒー、エスプレッソマシーンとかを、ちょっと博物館の方に置こうかと思って、なんかああいう博物館とか水族館周辺ってさ、何気にカフェとかあることない？で、そういう感じにしたいなと。あ、ここね、めっちゃ間違えてさ、リンゴの木切り倒してしまったけん、植え直した。植え直した。思ったんやけど、ここ、あれやんね。何やった？テラスみたいな感じにしたいよね。島クリエイター。このアプリではあなた自身の手で島の開発工事を行うことができます。敷設できる道や実施できる工事の種類は、タヌポートのタヌキマイル交換で増やすことができます。また、開発工事によって身動きが取れなくなった時のために、周囲を片付けるお片付けサービスも搭載しております。何それ、お片付けサービス？詳しい操作方法はアプリ内に使い方を見るをご確認ください。島クリエイターを使って思いのままの島作りにチャレンジしてみてくださいね。オッケー。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。はい。工事を始める。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。十字キーで行う工事の種類を切り替えることができます。詳しくは使い方を見るをご確認ください。おー。ヘルメットかぶった。何これ？なんか左官工事みたいな感じ？プラス。おー、これで変えられるのね。じゃあ、組木の道。これを、どんな感じになるんやろ。ふわー。すごーい。すごーい。え、違う、なんか。あ、え？削れた。あ、そういう感じなん。へー、すげえ。違うよね。そんなくねくね道にしてほしいわけじゃなくってさ。くねくね道にしてほしいんじゃなくって、これ消せる？消せねえ。上からやったら消せるんかな。あ、消せた。すごーい、丸っこくなった。でも私丸っこくじゃなくってね、無造作な感じにして欲しかったんよね。だけちょっと。ふん。なんかな。まあ、いや、とりあえず一旦真四角にするか。
すごい、こんな感じ。うん、これなら丸くした方がいいんかな。わからん。丸くしようっと。かわいい、面白い。いいね、いいね、めっちゃいいね。ほら、おお、あっという間に。いいね。ってことで、ちょっとここに、待って、向きが違う。こっち側に、屋台を。バン。かわいくない？今なんか塗ろうとしたね。これどうやってやめるん？これで工事終わろうかな。あ、終わります。これでやめれるわけやね。終了手続きを行っています。工事終了の手続きは完了しました。またのご利用をお待ちしております。へい。これで、あとちょっと、エスプレッソマシンを置きまして、よきよき。で、コーヒーカップを置きまして、おー。ちょっと待って、こっちにさ、なった。あ、半妙。こっちにメニュー看板持ってこようや。ちょっと待ってね、アンチョビ。は。よっしゃ、お金。よ。わーい、お散歩でもしてるの？でし。なんかこの身長さ良くない？おしゃべりしよう。僕は今日も元気いっぱい遊んでるところなんだ。でし。かわいい。びっくりした。手になんか持っとんかと思った。コロッケとか。手やったわ。手でしかなかったわ。ということで、メニュー看板を。はい、なんでしょう、ライオネル。実は君に渡したいものがあるんだ。よかったら、これを受け取ってほしい。まさしく。なになに？うん。ライオネルの使用済み。シンプルなパネルだよ。気に入ってくれるといいんだけど、まさしく。シンプルなパネル？何それ、仕切りってこと？シンプルなパネル。あ、仕切りやね。ふんふんふん。これは多分、歌い出した。これは多分、なんか、リメイクできそうな気がする。見て、このビーチサンダルもね、風船から落ちてきた。なんかちょうどいいものめっちゃ落ちてくるよね。おーす、元気かーの心。話しに来たよ。体を動かすのって気持ちいいよな。スクワット100本、一瞬どうだの心。ちょっと遠慮してきます。足がバキバキになりそう。あ、これ雑草じゃね？よし。んで、ちょっとここの、よいしょー。化石も掘り起こしておきまして。ふぅ。ってことで、ここにメニュー看板を。メニュー黒板。置きます。めっちゃいい。超いいぞ、これは。でもちょっと、もうちょい後ろにして、前にね、ちょっと一箇所ぐらい座れる場所を作りたいなと。でも今のところそういう感じの机とか椅子とかがないよね。これはここでいっか。これ真ん中なんかな？一応真ん中か。じゃあこれで。かわいい。結構満足なんやけど。だいぶ満足なんやけど、めっちゃ良くない？いらっしゃいませー。もうちょっとなんか、きっちり。もうちょい下から覗けたらいいのに。さ、ってことって、今日のお買い物を。あ、何あれ、作業台？いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。また色は変えれんねやろうな。見てこれ、プロテインや。なんかいい。そちらの商品はプロテインシェイカーでございます。お値段は1400ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。1400ベル、間違いなく頂戴しました。あのね、一時期さ、アスムがめっちゃプロテイン飲みよったんよね。やけん、ああいうシェイカーとかも見慣れている。そちらの商品はユッカでございます。ユッカ、かわいいね、名前。あ、こういうのを、さっきのカフェコーナーに飾るのとかも良さげじゃない？ 2100 ベル。あとは、大丈夫かな。ありがとうございました、マスター。
何観察してるの？疲れてたんかな？休憩中やった今、もしや。さあ、そして、じゃ今日のたぬきショッピングも、たぬき開発マルチメディア端末、たぬポートでございます。1日1回にたぬポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7日以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ちょっとたぬきショッピング。室外機。ビオトープいいな。ビオトープ買おうっと。んで、あとは、ふ、激スイング。あとは、どうしようかな、室外機。なんかリアルでいいことない。買おうかな。最近あんま見かけんような気がするけど。昔はよく見よった。たぬきマイル交換。これは、日々変わりよるわけではないんやね。もうこんだけの種類しかないってことかな。そのうち増えるんかな、また。道路工事、アーチタイル。アーチタイル。でもな、なんか、私はもうちょいなんか、ポップな色合いがいいけん、今のレンガのやつでいいかな。河川工事ライセンス、崖工事ライセンス。まあ、そのうち、いろいろと取っていきますか。有刺鉄線。わらぼしの柵。この辺も今のところは、大丈夫かなという感じやし。ご利用になりたいサービスをお選びください。あ、大丈夫です。大丈夫です。あれやな。あ、てかさっき売ってなかったな、私もの。そういえば橋の向こう側にあるさ、サッカー場、自分で作ったサッカー場も、下を砂にしたいなと思いよんよね。お、カジローやん。やっほー。おー、メーカー、キ。世間話でも。さーて、これから何をしようかね。何をするのか悩んでるうちに今日が終わっちまいそうだぜ。キ。キッキッキッ。あ、なんかおる。モニカやー。おー。今、とっさに筋トレを始めたね。ようこそ、アイナちゃん。あは、話しに来たよ。ねえねえ、アイナちゃん、もうハッピーホームアカデミーからの採点結果見た？見た。あとや、まだ見てないの。ダンスレッスンが終わってからのお楽しみ。あは。いいね、そういうなんか、その日その日の会話が楽しめるっていうの。あ、私のところと違うんや、コルクボード。ま、この部屋にはこっちの方が合っとるか。確かさ、誰やっけ？ツンドラさんの家は私と同じやった気がする。コルクボード。てか、この壁紙めっちゃいいなって思うんやけど。え、思わん？超可愛いんやけど。まあでもさすがに壁紙まで一緒にしたら同じようになってしまうけんあれなんやけど。あ、これ石よね、ビオトープ。ビオトープは大のファンの人だと思って、ファンサの練習してるんだ。あ、これこの間聞いたな。その時ビオトープって何なんやろって思いよったけど、これか。私これ、あれを調べたってことかな、その時も。アイソトープみたいな感じかなって思いながら聞きよった。あの馬の。あ、シャンティー。お邪魔しまーす。お、何作ってんの今日は。ごめんなさいね。今これを作るのに夢中だったの。何を作ってるか知りたい？だってば。何作ってるの？これはね、アイアンウッドローテーブルを作ってるところなの。いわゆる DIY ってやつね。自分の元ものが形になっていくのってすごく刺激的なんだから。まああなた、アイアンウッドローテーブルの作り方知ってたの？だってば。ついこの間、知ってた。さすがね、アイナさん。私が見込んだだけあるわ。アイアンウッドローテーブルの良さをもっとたくさんの人に知ってほしくて、私、レシピカードを作ってみたの。あなたの周りで DIY に興味のありそうな人がいたら、渡してあげてくれない？どうも。このレシピが広まれば、アイアンウッドローテーブルの魅力を理解してくれる人が増えるはず、だってば。ほうほう。どうせなら新しいレシピが欲しいんすよ、私。欲しいんすよ、私。ね。なかなか手に入らないなぁ。最近ね、結構なんかこのレシピも被りが多くなってきたなってめっちゃ思いよんよね。ジュース飲んでたのか。どうもー。
いらっしゃい。手作りファッションの店、エイベルシスターズへようこそ。サラヌのかわいいね。私んとこあったそれ。そろそろ、同じことを話し出した。なるほどね。もう被るようになってきたか。あれかわいいかも。え？寿司ネタかもしや。パッと見普通にドレスに見えたけど、寿司ネタな気がする。試着室を使いたいのね。どうぞ。絶対そうやと思う。ほら。ね？卵寿司。卵寿司。何これ？食べこぼし？食べこぼしつけてそんなポーズ取られましてもね。プロレスのマスク。ね、ヒロインスーツ。正義のヒロインよね、私。やば。今日はなんか可愛い服。可愛らしい服。特にって感じやなぁ。ワークアウトトップス。お、へそ出しスタイルやん。ブルドッグジャージ。タキシードにしよっかな。白のタキシードで。よし。じゃあ今日はこんな感じで、着ていきます。とってもお似合いやわ。おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。ありがとう。ってことでちょっと、髪飾りと、あと、イースターのバッグ。これを外しておこう。オッケー。おおきに、またどうぞ。これでバラを加えたら完璧な感じやな。なんか走るの遅くなった。気のせいかな。ボタンが違ってたわ。ボタン間違えとったわ。ちょっと待ってね。よいしょ。バラを積ませていただいて。ふっ。イェーイ、これでいい感じ。これでめちゃくちゃよきよき。ね、なんかさ、ルーシーっていつも家の中におらん？気のせいかな？やっほー。よく来てくれたね、アイナ。だってね。おしゃべりしよう。昨日はよく外であんたの姿を見かけたって、みんなの間で噂になってたよ。島の探検でもしてたのかい？そんならうちにも声かけてくれたらよかったのに。なんてね、だってね。なんてね、だってね。言いづらい。これ使ってくれてる？先に言っておくけど、そこに置いてあるイカした歴ギター ES1。うちは全く弾けないからね。練習してもなかなか上達しなくてさ。もらい物だからそこに飾ってあるけど、無事には宝の持ち腐れだよ。だってね。私からもらったってことは記憶から飛んでるのかい？一応もらい物ってことは言うんやね。ふんふんふん。もらい物でも飾ってくれん子いっぱいおるんやけど。あ、ツヌラさんじゃなかった。ハンナちゃんか。私んとこと同じコルクボード。私的にはこっちのコルクボードの方が好きなんよね。あの、モニカんとこにあるやつより。ルーシーは、インドア派なのかな？なんか、体弱くない？君大丈夫？寒気が収まりません。お薬さえあれば、こんなのすぐに治っちゃうのに。よ。待っててね、ちょっと買ってくるわ。よ。はぁ、すみません、めまいが。よ。お薬あげるよ。ありがとうございますよ。はい、お薬。ふぅ。これで安心です。おかげさまで、良くなったような気がします。あ、そうだ。よろしければ作りかけのパズル受け取ってください。作って。完成させて。このご恩は忘れませんからね、よ。そうなのか。なんか、途中まで作ったけど、作りきれんかったけんあげるね、みたいな感じに。作りかけのパズルもリメイクできるんかな？なんか私一個持っとったよね。いや、一緒やわ。まあ、リメイクできるんかもしれんけども。なんかあの、夕日が差し込んどるみたいな感じの絵ね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかなんやろ、工事、道路とかの工事ができることになったことによってやっぱ幅が広がるよね。でなんか角も丸くできるみたいな、めっちゃ可愛いし。よき。くねくね道も簡単にできそうやね、今回。